サンティアゴ・イグナシオブエのスキュットは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身のプロサッカー選手。スペイン・セグンダ・ディビシオンのジローナイフシーに所属している。ポジションは DF。2015年に15歳で CA ペニャロールのトップチームに昇格。リーグ戦の出場こそなかったものの、ユース世代のウルグアイ代表では、中心選手として活躍し、ディエゴ・ゴディンの後継者として、 注目を集める。2017年1月31日、FC バルセロナへの移籍が決まり、参加の FC バルセロナ B に配属されることが発表。新天地での飛躍に燃えていた上野だったが、2017から18シーズンに2試合ベンチ入りしたのに、とどまり、2018年1月25日にジローナ FC へのローン移籍が決まり、参加の CEF。 ペララーダに配属された。同シーズンは12試合に出場。8月にローン契約が延長され、2018から19シーズンはテルセーラディビシオンで29試合に出場。2019から20シーズンにジローナへの完全移籍が決まり、トップチームに昇格した。2015年に U-17 のウルグアイ代表として、 南米 U-17 選手権に出場。2017年には南米ユース選手権に U-20 代表として出場し、優勝を経験。2017FIFAU-20 ワールドカップでは4位、入賞。当時のバルサビーからは白、上ぼりひろし、李翔介に加え、元ラマシアの久保武ふさも出場したことが話題となった。2020年は2020年。 東京オリンピック出場をかけたコンメボルプレオリンピック大会に U-23 代表として出場している。ありがとうございます。